最初のテーマ1という感じで、まあ、まずね、人とは何かという形で、このまず第1ブロックを設定してみたんですね。まあ、先ほどエマさんの話からあったように、やはり、なんていうかな、こういうふうに、まあ、その人工物としての、まあ、人工知能っていうのは、やはり社会の鏡としてあるということもあって、で、それが、どのような、ね、人のありようが現れて、で、なんだろう、まあ、人工知能に対して、まあ、人間が何を欲望するのかっていうこと、まあ、それは前回の、ね、知能感受性の話とも、まあ、つながってくると思うんですけれど。まあ、それでエマさんにね、ちょっとこの事前に、このね、まあ、どんな話になりますかね、しましょうかね、みたいなことを言ってたときに、やはり、まあ、エマさんがちょっと気になる本書の点として、やはりこのね、まあ、まずね、というふうに、まあ、人工知能に対して、誰の視点の議論なのかという点を、ちょっと、改めて問い直してみたいなと、まあ、いうような、話があったので、まあ、人工知能をその作って欲望する側である、まず我々の人とは何なのかっていう、その前提自体をちょっと、確認するところから、話して、いきたいなと、思うんですけれど、ちょっと M さんにこの辺、なんていうかな、問題提起を補足してもらっていいでしょうかね。そうですね、今までの2回とか、あと、ご著書とかも拝読させていただいて、すごく面白いなという一方で、やっぱり社会科学とアプローチが随分違うなという印象も受けましたというか、まあ、私が見てきたものと、それは何かっていうと、やっぱりフィールド調査という話もしたんですけど、私は泥臭い事例をまず見に行きたいんですね。なんかドロドロの現場が大好きなんですよ。で、そこにこそやっぱその人の欲望とか、人が機械に何を求めるのかとか、あるいはそもそも人と人との関係性の間で、すでに何でしょうね、問題が起きているのに、それがじゃあ技術とか人工物が入ってうまくいくものなのだろうかみたいな、そういうところが気になってしまうんですね。で、今回、まあ、だからもしかしたら若干スコープから外れてしまうか、ちょっと話を広げるところにうまく持っていければいいと思うんですけれども、社会という言葉がこう、まるっとこう社会として描かれていると、あるいは東洋、西洋、日本みたいな大きなカテゴリーである。それはもちろんいい。私もさっきドラえもんとか言った時、ヨーロッパみたいなことあって、まあ確かに何がしかの議論はあるとは思うんですけれども、ただその同じ社会の中にいても、例えばその中枢にいる人とか、お金を持ってる人とかと、周辺にいる人とか、あるいはマイノリティで声が上げられない人たちとか、そういうような人たちがいて、で、人工知能技術とかは結構やっぱその経済的に持ってる人持たざる者で、使える使えないとかも出てくるわけですよね。で、あとその、よく言われてる、まあ、人工知能技術がバイアスとか差別とかを、まあ、するような発言をしたりとか、そういう判断基準をしたりするって言った時は、まあ、データセットのバイアスがあると。これはでもある意味アンコンシャスバイアスって言って、悪い人工知能を作ってやろうと思ってみんな作ってるわけじゃなくって、その自分の周りにいる人たちが喜んでくれるものを作ろうとするとなると、例えばアメリカとかだと、まあ、白人男性が AI 研究者多いから白人男性コミュニティのものになるっていうものもあるかもしれないですし、もしかしたら、私自身すみません、あんまりゲームをしないんですけれども、三宅さんとかが、作られているゲームとかでは、ある種キャラクターの、なんか望ましいキャラクター像というののパターンとか、固定化とかがあるかもしれない。例えば先ほどのドラえもんとかもそうかもしれないですし、まあ、お助けキャラはこんなキャラがいて、で、この辺のキャラが多様にいっぱい見えてるけど、その多様自体がもう固定化している多様になっている可能性もあるかもしれないとか、そういうようなところ、そのいろんな社会を実現しましょう、多様な社会を作りましょうと言いつつ、その社会のイメージが結局再生産されるだけに終わってないだろうかと、新しい価値を生み出しているのではなくっていうような反省っていうのは、まあ、私自身がよくしているものでもあります。人工知能技術はご存知の通り、その過去のデータをもとに新しいものを予測したり判断したりっていうところが、まあ、基本的なこと、もちろん新しいものを生成するっていうところができると思うんですけれども、そのある意味過去の再生産をしていくというところを考えた時に、じゃあそこで前提となっている社会というのへの、
なんて言うでしょう、注意深い眼差しっていうんですかね、目線。私たちが先ほどのその前提じゃないけど、そもそも当たり前と思っているこの社会は、本当によその人にとって当たり前なんだろうかっていう、一個立ち止まって考えるようなことを、大事にしたいなと思っていて、で、これって結構言われないと気づかないことってあると思うんですよね。事例でちょっとお話をした時に、ロボットでなおっているじゃないですか。かわいい、赤とか青とかの線が入ってるようななお。で、あれ、日本はなおはなおとかって言うんですけど、外国に行くとやっぱりロボットだとヒーとかシーとか、名詞をつける、なければ言わない、まあ、イットとは言わないのが、まあ、結構擬人化が進んできた、まあ、もう受け入れられてくるようになってくるところだと思うんですけども、フランスの方とお話をしていたときに、なお自体の商品自体は、なおのことをヒーって言うんですね。彼はとってもフレンドリーでとか、彼はとっても明るくてみたいな。ただし、なお自体を介護用にパッケージ化されて売り出している商品が、なおをゾラっていうふうに名前をつけて、ゾラってフランスだと女の子の名前らしいんですね。で、シーって言ってる、要は介護をする、ロボットは女性の名前をつけていて、彼女はとっても明るくてフレンドリーで、介護施設の人とみんなとも仲良しですみたいなプロモーションビデオを作ってる。多分何の悪意とかもなくて、無意識に、まあ、女性のキャラの方にした方が介護の現場では受け入れられやすいだろうと。で、これは別に例えば警察のキャラクター、アバターを作るとかいう時でも、確かどこだったかな、イギリスだったかな、なんかアバター作ってるんですけど、女性の警察官なんですね。もちろん女性の方が例えば子供とかもアクセスしやすいとか、いろんな要素があるはあるんですけども、なんかこう、アバターを作るとか、キャラクターを作るとかいう時に、その社会の再生産がある種、なんて言うんでしょう、過剰なまでに押しやられるっていうことで、それがさらに加速するみたいなことも起こり得るんじゃないかなっていう時に、じゃ誰の目線で、その職種はそういう人がやるべきだよねとか、いうふうなところにあるのが、なんか開ああ、発そっ者かのそっ人たちか。の考え方とかいうのの、まあ、責任とまでは言わないんですけども、思い込みとかいうところも結構この辺の議論に入ってくると面白いんじゃないかなと思って、三宅さん自身が、だから東洋西洋日本っていうくくりではなくて、まあ、例えばある特定の職業に対する、まあ、ステレオタイプなのか、スティグマなのか、あるいはまあカテゴライゼーションなのか、思い込みなのかっていうところも分けて考えていくと面白いのかな。まあだからあれですね、一応この本書の議論だと、やはり、まあ特にね、その日本の、キャラクター文化の可能性というのを、まあ、三宅さんは結構フィーチャーされてるわけですよ。この辺、まあ、ここまでの想像編の中でもですね、まあ、人間型だったりだとか、バディ型の、AI として結構想像されてきたものとかが、まあ、割と、何かね、まあ、可愛らしい動物的なものもあれば、あとやはり結構日本の場合特徴的なのは、やはり美少女キャラクターみたいなものですよね。これはちょっとね、先ほど今さんの自己紹介のところでも、話に出てきた、2014年にね、人工知能学会のね、表紙に結構、お掃除する、なんだろう、あれ、メイドロボットみたいなやつでしたっけ？そうですね、お掃除ロボットみたいな。という形で、まあ、なんていうかな、ある、その、まあ、えっと、まあ、その、女性に対するというか、が、あの、が、あ、あの、家事労働するものであるみたいな、そういうステレオタイプを、その AI というね、その AI とかロボットという、まあ、人間がその願望通りに作ることができるものに投影するのはどうなのかっていう点での結構、まあ、議論を喚起することで、結構、割ね、既存のちょっと、人工知能コミュニティの人たちは、そんなつもりはなかったのに、結構、ショックを受けた、まあ、みたいな、ことがあったと思うんですよね。その辺はその辺、何でしょう、その、まあ、これ、こういう言い方あれですけど、そのキャラクター文化を擁護する立場としては、その三宅さんはどのように今の問題提起を捉えられたのかなというのを、点からちょっと伺っていきましょうか。そうですね、ちょっと山さんの議論の後ですね、僕がとってもなんかすごく、ちょっと幼稚に聞こえるかもしれないですけど、まあ多分、ほとんどの科学者もそうです。すごく科学者ってね、楽観的なところがあって、まあつまり我々は社会の根底を変えてるんだと。
上の層の話をしてるんじゃなくて、まあ、例えば、まあ、大げさな例で言うと、電気を発明しましたと。電気を発明したら、まあ、最初はひょっとしたら、ロンドンとかパリだけが電気通るかもしれないけど、やがて世界中に電気っていうのがあって、まあ、なんとなくみんな、ちょっとずつ電気のおかげで幸せになれますよ、みたいな。まあ、こっちは大げさな例なんですけど、人工知能もやっぱ同じように、根底、社会の根底をこう底上げして、みんな平等にこう、ちょっとずつ幸せにできるよね、みたいなことをこう、無邪気にこう思ってるわけですね。で、でも、そのちょっとあんまり根底の話してもあれだから、ちょっと上の方の、なんかこう、キャラクターだとこんな感じになりますよとか、こう、こんなこと、こんな姿のこう、未成年の人工知能もあったりしてとか、なんかちょっと軽いというか、世の中にこう受け入れてもらうために、なんですね、キャラクタライズするとか、なんていうんですかね、人間の形をさせるとか、まあ僕だとゲームのキャラクターが多いので、ちょっと可愛いモンスターの形にさせるっていうのを、やってる矢先にその表現自体を叩かれるっていう、なんか表現は別にいろんな形の表現はあり得たんだけど、ある特定のなんか表現とかが実は、まあすでに何らかのバイアスがかかってますよって言われると、あ、なんか結構、そうなのっていう。別に女の子出す代わりに竜のモンスターでもよかったんだけど、みたいな。なんかでも結構今のお話ってすごく大事だと思ってて、別にキャラはともかくとして、表現で NG でせっかくいいものが受け入れられないっていうことは非常にもったいないですよね。なんか結構その AI 自体はいいんだけど、表現の仕方でこけちゃってうまく受け入れられなかったみたいな結構多いような気がしてて、そこもったいないなっていう、インターフェースデザインの話だと究極的には思うんですけれども、日本ってその辺 AI 関係とインターフェースの研究ってうまくつながってるんですか？いや、つながってないと思うんですよ。つまり、いい AI はよく受け入れられるはずだっていう、まあ、すごく素朴な、なんていうか、まあ、方向性が、まあ、あって、あと、AI にとって、インターフェースが重要だっていう観点が、まあ、日本だけじゃなくて世界でもまだないのかな。つまり、まあ、コンピューターもそうだけど、コンピューターって昔はね、プログラム書ける人がコマンドライン打つ人しか使えない、こう、白黒の画面でやってて、コマンドラインとかプログラム打てる人は、まあ、それで十分じゃないかって、なんか GUI とか、なんか軟弱者みたいな感じで、なんか、いらんだろう、あんなものはって、こう、思ってたら、まあ、40年ぐらいの歴史の中でもうみんな、こう、ポチポチと、こう、インターフェースのおかげで誰もが、コンピューターってものが身近になったっていう、それぐらい、やっぱインターフェースって重要なんだけど、今、実は人工知能、じゃあ触れる人誰ですかっていうと、ぶっちゃけ技術者しかいないですよね。なんかコーディングして、なんかこう、テンサーフローを踏んで、なんか、なんとかしてる人が、そういう人がいなくて、じゃあ、ポチポチっと人工知能が使えるかっていうと、すごくなんか、小機能みたいなものがあるけど、ほとんど今使えてないっていう現状があって、そこのインターフェースがこれからの時代、人間社会の中に人工知能が溶け込んでいく上で、まあ、すごく重要で、で、実はその人工知能のさらにちょっと特殊なところは、そこにキャラクターをかぶせることができるということなんですね。例えば、年賀状ソフトにキャラクターをかぶせることはできないんだけど、喋る AI にキャラクターをかぶせると比較的簡単にできちゃうわけですよ。で、そうすると、キャラクターインターフェースっていう部門があって、そこにこう、まあ、ぶっちゃけゲームっていうのもキャラクターインターフェースなわけで、キャラクターと人間と人工知能の間を取り持ってくれてると。でそのキャラクター自身の表現がまさか問題になるとはこう思わない。ただ CG でも20年前の CG だったらもうポリポリでなんかもう男性か女性かもわかんないわけです。なんかこう、なんかそんな人表現を一生懸命とりあえず人間の合わせて口パクさせてみたんですけどどうですかみたいなことをやってるうちになんかそのなんかこう目の色と髪の色とはけしからんみたいななんかそういうことになってくるとなんかこう何でしょうね。何を叩かれてるのかがよくわからないうちに、なんか人工知能そのものっていうより、そのインターフェースの次元でなんかこう、撤退を余儀なくされていったら、まあ、今さんおっしゃる通りだと思いますね。そこにあまりにも、策がなく出して、まさかそこに何か問題が、やっぱ起こってからしかやっぱわかんなかったっていうところがあると思いますし、これからもっといろんな問題が出てくると思います。自分も、いろんなこう今、仕事とか、ものをこう作る中でね、思わぬ、すごく思わないところから
槍が入ってくる。その表現はダメですよ。なんでダメなのっていう、それは、例えば、100人に1人ダメな人がいるからダメなんですっていう話になるんですよね。1000人に1人ダメっていう人でも、10万人いると、そこそこの人数になるわけですから、それはダメです。じゃあ、万人に受け入れるにはどうしたらいいですかって言ったら、もう9でいいですみたいな話になるわけですよ。こう人間の形やめますみたいなね。そこで無難なものばっかりになるのもつまらないっていう。それこそキャラクターを作る方たちを逆にバカにしてるみたいなようなところもなんか、どうなんですかね。表現の自由っていうところまでいっちゃうかどうかわからないんですけれども、なんて言うんでしょうね。尖ってないものは面白くないと思うものもあるわけですよね。新しい見方とか価値観とか概念みたいなのはやっぱりイラストとか表現のインパクトは強いわけですから。ちょっとここで、エマさんにお伺いしたいんですけれど、まあ、ちょっと先ほどね、まあ、ナオっていうね、結構本当にロボットしたロボットに、まあ、ゾラっていう、その、まあ、女の子の、まあ、名前をつけるカルチャーって、これフランスですよね、これ。フランスのロボットですよね。フランスで起きた事例ですよね。そうですね。多分、フランスの人が紹介してくれたんで、ただ、確かちょっと調べたら、YouTube でそれを紹介している英語の動画とかを見つけることはできたんで、まあ、多分、そういうパッケージを売り出してるってとこは、グローバルに展開してるのかなっていう。なんかよくある介護施設で一緒に踊りましょうみたいな感じ、はいはいはい、とか、あとはそうですね、海外さんだとのシリとかアレクサとかも割と、まあ、女性の声のイメージでのエージェントにしてる傾向があって、まあ、そこはなんていうかな、割とまあ、文化によらず、まあ、西洋だろうが東洋だろうが割となんていうかな、ある種ちょっと従順であってほしい、AI だとかロボットに割と女性的なイメージを託す部分が割とあったとして、で結構日本の場合だとそれがもう少しなんていうかな、美少女キャラクター的な、まあ、萌えカルチャー的なものにも、まあ、接近したりだとかして、ちょっとなんか逆にそこに文化差も、まあ、あるような気もするんですけど、そのあたり、まあ、エマさんが見てきた中で日本とその、他の海外の、まあ、西洋でもいいし、他、まあ、あるいは別のところでもいいしとか比べてみて、何か傾向を感じられることってありますか？その、まあ、例えば今僕が言いたいのは、つまりその割とだから西洋的な先ほどの、まあ、ゾラとかシリとかアレクサというのは、まあ、比較的なんていうかな、その職業的なステレオタイプでやってるんだけど、まあ、日本の場合はもうちょっとすごい性的な回路を使ってるなみたいな感じがしていて、でそこでなんていうかな、その社会的立場としての女性感と、それからまあ日本の場合のなんか、まあ、萌えとかその性的な、まあ、割とプルナグラフィックなというか、その欲望のあり方みたいなのが結構もしかしたら違うのかなと思ったんですけど、その辺はどう感じられてるのかなと。どうなんですかね。なんか海外の方が結構そういうものに対する目が厳しいというのはもしかしてあるかもしれなくて、日本とかは結構本当にポスターにしろ何にしろいろいろ、まあ、自由度が多分海外よりは高いから、美少女ポスターとか普通にどこでも見られるところはあると思うんですけど、海外は何でしょうね、そういうことをやると、まあ、先ほどの三宅先生のじゃないですけど、こう注文というか注意が入るとかいうところがあるので、あまり何て言うんでしょうね、まあ、Siri とか Alexa レベルでも Siri とか Alexa がセクハラを受けたみたいな、なんかそんなようなものが案件になったりとかして、いろいろケースが集まったりとかするようなところもあるので、ちゃんと目を光らせている人たちとか、まあ、社会的にそういうような問題意識がもうそもそも結構強いっていうのはあるのかなっていうような気はしますね。ただ、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、女性とかだけじゃなくて結構人種もやっぱり同じ問題をたどってきてるので、レベルというか、その日常会話的にはやっぱりそれは特定の性だとか人種だとか宗教だとかセンシティブなものをいじるのはやめましょうねというようなコンセンサスの議論がやっぱ日本よりは向こうの方が早く始まっているから浸透率も高いんではないかなっていうような感じですかね。宮川さんどう感じますか？やっぱりその
なんかパブリックなものとプライベートなもののなんかこう形成のされ方っていうのがやっぱ日本、まあ、アジアの中でも違うし、ヨーロッパ、アメリカでも違うのかなと思ってて、で向こうの場合結構パブリックっていうものがなんかこうあるすごい速さでこう結構形成、最近形成されて、 LGBT の問題もそうだし、世論もそうだし、思想的なものもそうなんだけど、その中でその、パブリックとしてはダメですっていうのがまずあると思うんですよね。その、例えばヨーロッパだとやっぱキャラクターの姿をするものっていうのは子供は別にめでても大丈夫、人形とかなんとか、大人になる過程でそういうものは脱ぎ捨てましょうっていうところがまずありますよね。だからいつまでたっても、まあ、人形とかキャラクターっていうものにこう人の姿をしてないと受け入れられないみたいな、ちょっとチャイリッシュみたいな形があると思うんですね。だから大人文化っていうのはなんか無味、こっちか、日本から見ると無味乾燥な四角だったり丸だったり三角だったりするスピーカーの方が大人だ、うん、とか日本っていうのはそのキャラクター文化とかが、まあ我々ゲーム業界としてありがたいんだけど、結構ある程度のパブリシティを持ってるわけですよね。その大人になってもフィギュア買う人も別に社会的に弾かれるわけじゃないし、うん、まあ、この20年ぐらいかなり軟化してきたところはあると思う。30年前から結構難しかったと思うんだけど、で、そういう意味で、キャラクターっていうものに対する許容っていうのは、なんかいろいろな理由があって、日本はすごくこう、キャパシティが広い。で、それと、その AI のエージェントの技術っていうのが結びついて、いろんな初音ミクだったり、たまごっちだったり、iPod だったり、西洋では作れないようなエージェントたちが日本で作らせるのが見るので、西洋の人はびっくりするわけですよね。うちの社会だと、犬の人工知能とか、ないですみたいな、のがあるわけですよね。で、そういうなんかこう、そのパブリックとプライベートのいろんなこの形成のされ方で、実は人工知能のこの可能性っていうのが、結構まあさっきのことでバイアスがかかってるなっていう。日本のバイアス、西洋化、我々はこれ普通だと思ってたけど、向こうから見ると日本固有の文化の中でいろんな人工知能が作り出されているのは、まあ、一つの、まあ、いい意味でのバイアスの可能性を実現してるんじゃないかなとは思うんですよね。で、結構、なんていうか、パブリックの力の強さ、弱さっていうと、日本はかなり弱いと思うんですよね。うん、むしろヨーロッパのところは ものすごい強い。そのパブリックというものに対して、必ずやっぱりみんな守んなきゃいけないっていう、そういう社会の形成のされ方みたいなのがあって、その中に、じゃあ、喋るこういうのはいけませんよとか、例えばロボットとハグしてはいけませんよとか、その生物じゃないものを生物って見なすっていうのはどうかと思いますよみたいな。で、個人それぞれを取ってみると、ひょっとしたらそうじゃないかもしれないんですけど、それが村全体、町全体、国全体になったときに、急にこう、その国のすごく ドグマティックなところが出て、そこが強力な、だから何が正解かは分かんないんだけど、それぞれの国が強力なバイアスをパブリックなところでかけてるんじゃないのかなっていう。で、そこで、やっぱりアップルとかのシリとか、ああいう、パブリックを目指す AI たちですね。っていうのは、その最大公約数を取らざるを得ないわけですよね。で、そこで、ここだったら許容ラインだっていうラインの中でこう作ってるなって。で、僕ら、どっちかっていうと、ゲームとかコミックとかの人たちは、個人に向けて作ってるので、個人のある程度の思考にこう尖ったところに、もうパブリシティは最初から諦めてるわけですよね。この層に受け入れられればいいやっていう感じでこう作ってるので、なんかその辺もなんかちょっと違うのかなっていう感じがありますね。はい、パブリシティを諦めているけど、それが実際はパブリックになっているというところですよね。そう。うん、結局だからゾーニングの失敗ですよね、これ。そうなんですよ。そういうところはある、確かに。まあ、逆にまあ。は成り立つ可能性あるけど、ね、うん、我々は特定の層でパブリックではなく、プライベートのために作ってるんですけど、そう使ってる側はそうは思ってないとか、広報する側はそうじゃないと思っている。そこのその微妙なグレーゾーンを結構うまく利用してしまっている。まさに、IT カルチャーあるあるですけどね。はい。それはですね、作る側としては、この層だけとはいえ、うまく隣のとこまでストライクゾーンが広がればいいな、隣のなんかボーリングのピンも倒せたらいいな、みたいな、なんかそういう、ところはあるわけですね。実際そういうコンテンツが、まあ、なんだろうな、
まあ、有名なキャラクターだと、なんかそれあるわけですよね、ゲームとかでも。テトリスっていうのはすごくマニアックなゲームなんだけど、あ、いつの間にかみんな知ってるよみたいな。ああいうヒットの仕方ってね、本当は一番嬉しいわけで、なんか、だからここの層を狙うんだけど、やっぱり最大限マスを取りたいなっていうのは、おっしゃる通り、エンターテインメントの業界は、あるあるというか、なんか、望んでることでもありますね。だからそこで何か事件が起こったときに、知りませんよっていうのは、うん、知らないふりはできるんだけど、確かにそういう問題が起こるのはわかりますよね、みたいなところはありますよね。うん、